なんか荒野が滑らない話でもしたらいいんじゃない？滑らない話？なんかこのさ、作業を見ながらさ、はい、面白い話が聞ける。おい、やめろって。いや、マジで。面白い話聞きながら、この作業を見ればさ、やめろって。いや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 。まあ、あるけどさ。あるけど。あるけど。あるけど、あるけど、あるけど、あるけど。どんな理不尽な無茶ぶりにも答えてきた実績がある。今宵は爆笑を釣り上げることができるのか。ニアソーボーコーヤー。じゃあ話そうか。じゃあ、うん、じゃあ俺があれいくつぐらいやったかな。22ぐらい、うん、あのクレジットカードの勧誘をしよった時の話、ヨドバシで。ああ、そう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 、うん、ああその時はヨドバシじゃなくて、うん、博多駅やったんやけど、うん、そこで勧誘をしよったわけよ、うん、で勧誘ってなかなか難しくてさ、うん、あの話しかけても全然話聞いてもらえないけど、うん、ある時おばあちゃんがすげえ話を聞いてくれたんよ、うん、で、あ、いいねお兄ちゃんそれって言われて、あ、ありがとうございます、じゃあ申し込みしますねって言ってこう一緒に申し込みしたんやけど、あの当時はね、あの紙で申し込み書を書く時代で、うん、名前書いてもらって生年月日書いてもらってってこう案内しとったわけよね、うん、そしたらあのクレジットカードやけんさ、うん、暗証番号を書く欄があるわけ、うん、でもその暗証番号はさすがに俺見ることできんけんさ、うん、暗証番号のとこを隠しておばあちゃんにあの暗証番号を書いてくださいって言って、うん、こうお願いして上からシール貼ってくださいねっていう風に案内しとったんよ、うん、そしたらおばあちゃんがちょっとやり方わからんけんお兄ちゃんちょっとシール貼ってって言われたんよ、うん、わかりましたって言ってシール貼ろうとした時にさ、うん、どうしても暗証番号見えてしまうわけやん。でその時チラッと見た時に何て書いてあったかっていうと、うん、ひらがなでどんぐりって書いてあった、うん、数字の番号やん。そう、これは数字つらい感じだけどおばあちゃんなんか知らんけどひらがな4つでどんぐりって書いてあってうそーと思ってかわいい、かわいいね、かわいい、めちゃくちゃかわいかったっていう話。